もともと2人とも吹奏楽をやっていて、社会人でやってる楽団で出会いました。もともと100人ぐらいいる楽団だったので、全然3年ぐらい一緒にやってたので喋ったことなかったんですけど、演奏会の後の打ち上げで初めて僕に話しかけてくれて、でそれがきっかけになってまた一緒に飲みに行ってみたいな感じになっていった感じです。めちゃくちゃ笑顔が素敵なお姉さんという感じでした。誰にも優しいですね。本当に怒らないので、逆に不安なところがわからないっていうのはありますけど、ずっと明るくて優しいっていうイメージです。そのどんどん知るようになってから年下とは思えないぐらいすごいしっかりしてるなっていうところがあったりして、で今でも結構どんどんここ行こうとかあそこ行こうとかすごい計画性もあるし、で実際に行動力もあるし、でそういうところに助けられてる部分もあるので、そういうところはすごく好きなところですね。めぐちゃんへ、2022年1月11日結婚してくれてありがとう。プロポーズしてから足早になってしまったけれど、ついにここまで来れて本当に嬉しい。2年前いろいろと辛い思いをさせてしまってごめんね。でもあの時思い切ってご飯とコンサートに誘ってよかった。そしてついてきてくれて本当によかった。結婚式も転職も決まって、また波乱の人生の予感がするけど、いつも通り楽しく頑張ろうね、慎太郎より。しんちゃんへ、同棲して2年弱そして結婚して1ヶ月が経ちましたが、そこまであっという間だったね。コロナ禍での新生活スタートだったから、あんまりたくさん旅行とかできないけど、それでもいつもの日常が毎日楽しく十分です。普段からしんちゃんには感謝することが多く、家事が面倒だなという時は率先してやってくれて、週末はいろいろなところに連れ出してくれて本当にありがとう。おかげで毎日しんちゃんへのありがたみと一緒にいれる幸せを感じられています。これからも末永くよろしくお願いいたします。めぐみより。やっぱり今まで喧嘩したこともないぐらいお互い平和主義だったんですけど、時にはぶつかるかもしれないですけど、まあ、お互いのことを考え合える、尊重し合えるような関係でいたいなと思います。笑顔があふれる家庭にしていきたいのと、あとはやっぱり今のその思いやりとか優しさみたいなところはお互いに忘れずに、温かい家庭を築いていけたらなと思ってます。